ケツアルテナンゴ県はグアテマラの県。県とはケツアルテナンゴ。面積は1 9 5 3トルで国土の1.8%を占める。県の人口の60.57%が先住民族で国平均の41.9%を上回っており、主要民族はキチェ族とマム族である。言語は公用語であるスペイン語のにキチェ語。 マムゴが話される。この地方特有の伝統的な衣装を身につける、先住民の若い女性は滅多に見かけられなくなっている。2002年の国勢調査によれば、県人口は62万4716人で、総人口の6.0%を占める。1981年から1994年までの人口増加率は1.8%で、 全国平均の2.5%を下回っていた。都市人口は県人口の40%で、残りの60%は農村部に暮らしている。県とのケツアルテナンゴは商業、サービス業の分野で、例えば繊維産業やリコール製造業などで、戦略上重要な場所となっている。他には建築業が重要分野である。また、自治体内にはいくつもの大学があり、 教育分野も重要さを増している。他に経済及び文化面で際立つのはコアテペケである。コアテペケの語源は、ナワトル語でヘビを意味する、コートルとオヤマ、もしくは場所を意味するテペオから派生したものである。コアテペケは、県内最大の面積を有する自治体で、30カ所以上の遺跡が発見されており、その中で最も有名なものは、ラフェリシダという名称で知られている。 その他には、温泉や川を目当てに観光客が訪れる。主要作物は、コーヒー豆、トウモロコシ、果物、油やし、ごま、米、ゴムの木などである。また牧畜業、工業、小売業もある。観光業については、県内には、セロバウル、シエテオレフハスさん、セロケマードさんなどの山やアルモロンガシリーロ、フローレス、デリシュアス、フエンテスヘオルヒーナス、 ラグーナで近バルなどの水辺があり、近年訪れる観光客が増えている。また、9月15日は独立記念日で、およそ1ヶ月の間様々な催し物が行われる。アルモロンガカブリカンカホラアカンテルコアテペケ、コロンバコンセプションチキリチャパ、エルパルマールフローレスコスタクカヘノバウィタンラ、エスペランサオリンテペケサンフアオストゥンカルコパレスティーナ、で、 ロスアルトスケツアルテナンゴサルカハーサンカルロスシハさサンフランシスコラウニオンサンマルティンサカテペケスサンマテオサンミゲルシグイラーシュビリアスニルインスティトートナショナルデイストディスタカクアテマーラ2012年1月4日閲覧ありがとうございます